でもジャパンのやっぱフォーマット大変でしょ、はい、いやもうでもね慣れましたよ、はい、慣れたというかもうあれでしかやってないんで。いやそうじゃなくてゴレックって大変でしょ。あのゲームフォーマットじゃなくてですよ、ゴレック、はいはい、まあもちろんパーフェクトもそうなんですけど、やっぱソフトダンスゴレックってやっぱ大変ですよね、はい、一気に持っていかれたりするでしょ。そうな、一瞬ですね。ですよね、はい、あれなんかかわいそうだなと思いますよね。なんか、うん、ま、なんかこう優劣つけがたいですよね。まあそうですよね、その、うん、やっぱセットゲームにしたいなっていう気持ちもあるんです。正直ちょっと長いレグをやった方がやっぱどうしてもあの実力差って出るじゃないですか。そうですよね、はい、わかります、わかります。だから、はい、事故が少なくなるとは思うんですけど、はい、だからでも僕らも僕より上手い人とやるとき事故らしたろと思ってやってるんで。あ、いやいやでもいやいや僕らより上手い人っていうかほぼ拮抗してるじゃないですか。そうなんですよ、そうなんです。だからこう見てたらね、こう例えばまあパーフェクトもそうなんでしょうけど、こう連勝するとか少ないですよね。そうですね、ですよね。だから、うん、あれがねやっぱり一日じゃやっぱあの人数こなすのはあのフォーマットじゃないと無理っていうことなんでしょうね。そういうことなんですよね多分。そうですよね、はい、あの入れ替え戦の仕組みって大変じゃないですかやっぱり、うん、そうですよ。最初やっぱ初めて残った人は大変やと思います。だから立浪選手ってどっちかってやっぱスティール向きなんでしょうね。こんなこと言ったら申し訳ないですけど、その長いフォーマットでもうこう60バンバン入れてくるじゃないですか。ああいうスティールが好きなんですか。ああ、うん、でもなんか60は実はめちゃくちゃ嫌いやったんですよ。昔。そうなんですか。はい、あのクリケットで19から行ったのかと思うぐらい60嫌いやったんですよ。あんなに入るのに、それをやっぱこう好きになるようにめちゃくちゃ投げたんです60。あ、めちゃくちゃ投げたってどんぐらいの努力っぷりですか。でもねもうそんな大したことない。1日やっぱ毎日投げるじゃないですか、ほぼほぼ毎日、はいはい、触る中で、お店入られてるんですよね。はい、あの6その練習の時間が 100% 練習の時間があったら 30% ぐらいは60に持っていくみたいな。ああ、 30%60 なんですね、はい、あ、だから上手くなったんですね。あ、それと釣りもありますよね。そうなんですよね。でももう気分が乗らん時は釣り行って